こんにちは、岩間よい子です。今日は、よい子が痩せた理由をお話ししたいと思います。現在、よい子は157センチ、41キロ。とても痩せてるんですけど、実は以前はもうちょっと太ってたんですよ。こちらですね。よい子のよいトレクッキング、今日はね、農家の嫁、これに合う料理を紹介したいと思います。こちらが2014年。4月1日、今から4年前の動画なんですけど、この時が48キロで、まあ、今と全然違いますよね。顔もお腹もパンパンで、ここから良い子がどのように痩せていったのかっていうのをご紹介したいと思います。これが4年前で、このハックルテレビっていう今動画を上げているこの良い子チャンネルが始まる前に良い子が出てたチャンネルなんですね。で、その後この良い子チャンネルを開設して初期の頃の状態がこちらです。まあ、さっきの48キロの時よりはまだマシかなっていう感じなんですけど、この頃が45キロぐらいです、まあ、今と比べたらだいぶぽっちゃりしてますよね。顔がパンパンなことと二重顎をすごい気にしてました、この頃は。で、こちらの動画のコメント欄を見てみると、ブス、ブサイク、なんかデブだね、相当ブサイな、顔腫れてんな、42秒からすんごいブサイクな顔になっている、大上、顔が腫れて丸ぽちゃなんてとんでもない、可愛らしい顔してはりますがな、あ、こういう方もいる。サムネの良い子かわいい。こいつなんでサムネとかにブスな顔を載せるんや。それな。ちょうどいいくらいのブス。褒め言葉な。ブスと紙一重。ブス、ただのブスやんけ。という感じで、まあ、ブスとかかわいいとかね。いろんなコメントをいただいてます。で、次、去年ですね。2017年になると、こちらです。こんにちは。岩間よい子です。こちら、任天堂スイッチ。これが去年の2017年3月7日。まだこの時はさっきと同じく45キロぐらいなんですよ。で、コメントも、キモ、顔キモすぎ、わろた、顔キモすぎ、顔キモいと思う人、うんこ、ファットトラベスティ、フェイクガール。ファットトラベスティっていうのは太ったって意味らしいです。で、こっから約半年後、去年2017年9月15日がこちらです。痩せてる。2017年3月と比べても痩せてるのがわかりますよね。で、コメントも痩せましたね。と、ここで視聴者の方にも気づいてもらえるくらい痩せてったんです。この時期から痩せたっていうコメントをたくさんいただくようになりました。いつも楽しく見てます。よい子さん、痩せました？痩せましたよね。痩せましたね。前の動画より綺麗な感じが漂ってるような、 iPhone SE の開封動画の頃と比べると痩せましたよね。チャンネルを始めた頃と見比べると痩せて綺麗になりましたね。踊りのニューバージョンを見て気づいたけど、かなり痩せましたね。にしても痩せて綺麗になりましたね。ほんと、痩せて垢抜けましたね。素敵。痩せたら可愛くなったね。痩せて可愛くなりましたよね。また痩せました？元 NMB の渡辺美雪に似てる。本当に痩せましたよね。綺麗になりましたね。本当に痩せて綺麗になったね。という、痩せて綺麗になったというコメントをたくさんいただきました。なぜ急にこの半年でこんなに変わったんでしょうか。この2017年3月から9月の間に何があったのか、ここの期間詳しく見てみるとこんな感じです。実はこの3月ファットトラベスティって書かれてた3月から5月まではそんなに変わらないんです。45キロぐらいなんですけど、変わってるのはこの6月からで、だんだんなんかこうすっきりして、もうこの辺になると、ああ、だいぶ綺麗になったなってなって、もう9月で、あ、明らかに痩せたなっていうのが分かりますよね。さあ、なんで痩せたかっていう、痩せた理由なんですけど、実は2017年5月15日から断酒を始めたんです。それまでの良い子はお酒が大好きで毎日飲みまくってたんですよ。それで、まあ、そういうのは良くないなとは思ってたんですけど、なかなかやめられずにいた。で、そしたらちょうどその頃、友達の中村涼子さんが断酒を始めたというのを自身のブログで発表していて、あ、涼子さんもお酒大好きだったけどちゃんとやめたんだと思って、
それを見て私もこれを機にっていうことで2017年5月15日に断酒を決意して、もうその日から一切飲まなくなりました。そしたら特に痩せようと思ったわけじゃないんですけど、お酒をやめたことで自然とこんなにも痩せていったんですね。運動とかもしてないですし、食事も何か我慢するとかはしてないです。ただお酒をやめたことで自然と食習慣が変わっていったっていうことはあるかもしれません。最初のこの2014年、この時はやっぱり一番飲んでたし、飲むと食べちゃうっていうのがあって、飲みに行くと朝まで飲ん でその間も散々食べてるんですけど、朝の5時にまた締めのラーメン食べるみたいな、まあ、そんな感じで、でこの2017年の断酒前は飲みまくってたんですけど、さっきの2014年と比べるともう年齢的にそんなに飲めなくなってます。2014年は29歳、2017年は32歳なので、もう30過ぎて朝まで飲むっていうことはできなくなってます。なので、まあ、終電過ぎるまでは飲むんですけど、夜中の2時ぐらいにタクシーで帰って、でコンビニでカップラーメン買って食べるみたいなっていう感じで、まあこの時よりかはマシになったんですけど、それでもやっぱ飲みまくってたからちょっと太ってる。でここでお酒をやめて、そういうのがなくなったんですね。これは別に食べるのを我慢してるとかじゃなくて、シラフだったらそんな散々食べた後に締めのラーメン食べたいとか思いませんから、それで、まあ、まともな普通の食生活になったっていうことじゃないでしょうか。あと言えることは、この時お酒やめる前も157センチ45キロって身長体重だけで判断するとそんなに太ってるとは言えないと思うんですよ。 BMI も 18.26 でむしろ痩せなんですよね。これが痩せ、なんで痩せて見えないかっていうと、お酒のせいでむくんでるんですね。なのでお酒をやめて食生活が変わって体重が減ったっていうのと、お酒によるむくみがなくなったということで、すっきりして見た目にも見やすい姿になることができたというわけなんですね。ということで、良い子が痩せた理由をお話しさせていただきました。お酒好きな方には痩せる方法として当てはまる場合もあると思います。まあ飲み方とか体質にもよるかもしれないですけどね。もともとお酒飲まないけど痩せたいって思ってる方は、痩せるとこんな風に綺麗になるってこととか、コメントもね、ブスとかそういうのは痩せることでなくなりますよってことを参考にしていただければと思います。ちなみにお酒を一切飲まないというのは厳しすぎると思った方もいらっしゃるかもしれません。でもちょっとの量だけ飲んでそこで抑えとくっていう方が難しいんですよ。もう完全に断酒、一生飲まないって決めちゃった方が楽です。また付き合いがあるからお酒をやめられないと思ってる方もいるかとは思うんですが、別に飲み会の席でソフトドリンクであってもそんな嫌な目で見られることはないです。むしろお酒をやめることでこういう風に見た目も綺麗になったりとか、それに中身も磨かれていく、こう自分で勉強する時間とかに充てられますので、見た目も中身も魅力的になりますので、人間関係にはプラスになるんじゃないでしょうか。お酒飲みすぎてちょっと太っちゃってるなっていう方は、ぜひ断酒の一歩を踏み出してみてください。また何かありましたらコメントください。それではありがとうございました。